法恩寺山古墳群法恩寺山古墳群は、大分県日田市大技人連長技法恩寺にある古墳群である。1959年5月13日に国の史跡に指定された。北盆地東部の丘陵にあり、南側には三熊川が流れる。古墳群は7基の円墳からなり、4号墳以外では、開墾や洞窟による破損が見られる。 文後国風土器の北軍の城には、近明天皇の頃、うつぼ部として天皇に仕えていた草壁氏の、祖先ゆう味が強いの村に今日構えたとの記載があり、古代日田地方の豪族草壁氏一族の墓と推定されている。本古墳は、近隣のガランドや古墳や、アナカンノン古墳と共に、筑後川流域の装飾古墳文化圏に属するものと考えられている。 三号墳は墳球が相当程度失われているが、計約20メートル、高さ4メートルの墳球を持つ円墳であったと推定される。石室は複質構造の横穴式石室で、全長はメートル。高室は奥行き2.4メートル、幅2.3メートル、高さ2.3メートル。全室は奥行き1.9メートル、幅2.5メートル。 高さ1.9メートル。壁面は平積みされた、扁平な割り石が天井に向かって徐々にせり出しており、このような構造は大分県下では類を見ない。装飾は、彩色のある壁画で、皇室には、奥壁に縁門が1個、右壁に縁門、同心縁門が9個描かれている。前室には、左右の袖石のち左側に、馬と人物、右側に、 騎馬人物が描かれ、袖石の間にかかる石には、同心円門や鳥が描かれている。また、沿道から前室に通じる、袖石の左側内面には、四足獣と炎紋が描かれている。皇室の幾何学文様に対して、前室の神馬の図柄が対照的である。副葬品は、琥珀製夏目玉、靴は、渦、杖木などが出土しており、 6世紀後半の築造と推定されている。4号墳は、計約13メートル、高さ約3.5メートルの墳球を持つ円墳である。石室は、横穴式石室で、原室は奥行き2.6メートル、幅2メートルで沿道側で徐々に狭まり1.5メートルとなる。壁面は、3号墳同様に、割石の平積みで天井に向かって徐々にせり出す。 石室内には、成人2体、子供1体の計算体の人骨が安置されていた。副装品は、変形後住居、自家刀、鉄属、靴は、スズーズ、マガタマ、管玉、スエキなどが出土しており、六世紀前半の築造と推定されている。出土品のうち、スズーズは、計センチメートルの半球形の渦の上に、計五センチメートルの球形の鈴を、 災を消したもので、全国的にも希少である。ありがとうございます。